おはようございます。いい天気、これからねマイナスショーの第二道場超人の動画を流させていただくんですが、段位を純粋に楽しめない方、アンチの方など、まあ見ることをお勧めできません、うん、僕のこと嫌いな人は別に見る必要がありません、ただ僕はリスナーさんファンの方に見てほしいと思い、普段ねネタで面白動画を作っているので、ネタだとわかる方のみ、ご覧ください。なんか俺のことがね嫌いなのにわざわざ動画見る人が多いので、普通に僕のチャンネル見たくなかったらね、動画が関連動画に出てきたらチャンネルをおすすめに表示しないみたいな、表示しないっていうのがあるんで、それをねやれば今後出てこないので、まあ、多分僕のことが好きなんだと思います。まあそんな感じで、昨日やってきましたのでぜひご覧ください。どうぞ。わざとダサくしてるから、なんか下手くそのみじん切りみたいなだろ。
コメントイン。カラフルの最初は自分のミス。最後下手だろ、あの儚き。今日ね、ちょっと指だいぶ治ってきたんで受けに来ました。トータル何回だっけ。3、4時間ぐらいじゃん。やってねえよ。8くれぐらい。8時間ぐらいか。7、8ぐらい。あと12時ぐらいからって夜8時ぐらいだもんな。ちげえわ。あ、そうじゃない。勝手な電話流す。商人がいるわ。商談もいるわ。飯行こうぜ。飯さっきご飯食べた。ラーメン食べた。いいな。超人多すぎだろ。しつこいわ。名前も超人にしとけよ。まず超人、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 名前超人。超人の声が出せよ。また戻さないといけない。まあ、3曲目ちょっと全量通過最後したんで、出したとこがゴミ。昨日はですね、トータル、まあ、7、8くらいぐらいやったんですけど、カラフルと誰時をね、練習してなかったんで、まあ、カラフルで2回ぐらい押したかな、2、3回押したりとか、あと誰時やらかして押したりとか、まあ、したんですけど、で、マグロが昼から夜までやってたみたいな、ちょっとネタで言ってましたけどね、誰時の片手ロール見て、うわなんだあれみたいなリアクションしてた時点で、まあ、そんなにやってないってことは、まあ、お察しつくと思います。なんだあれみたいな、片手ロール、ててみたいな。あれね、ああやってやるのが一番自分の中でいいなと思ってね、あれでやりました。で、今回動画見てもらった通り、NG 集が全然ないので、僕が台についてちょっとメモ帳にまとめておいたので、まあ、最後にそれをね、パッパッパッと読んでね、終わろうかなと思います。まずね、なんで段位道場、まあ、1本目の動画ですね。なぜ簡単と言って落ちたのか。まあ、それは、全然やってなかったからですね。あの時ね、理論値すら言ってなくて、まあ、やる前から、あ、前作より簡単だなと思って、で、その発言をしたら、なんかアンチとかがね、僕の動画を見ていろいろ言ってましたけど、僕がそう思ったから言ったのであって、なんでみんなそんなに怒ってんのかなと思って。まずね、ポイントが違うんだよな。超人、例えばそのコメントくれた人が超人簡単と思って言うじゃないですか。それを練習なしで浮かれますかっていうことです。その場でそのまま一発やって浮かれますかっていう、そういうことじゃないんだよな。だから普通にちょっと練習したら、まあいける、前作より簡単っていう意味。超人簡単って言ってなんで落ちたんですかっていう話が、まあそういうことじゃないよね。
うん、そりゃ練習してなきゃ落ちるよ。練習してないけど前作の超人よりは簡単って思ったってこと、うん、話がそもそも違う。で、僕の動画はなんだろう、最初全然できてない、次にあ、いけそうで、最後に合格みたいな、うん、一応ね、僕の中で考えてあるんですよ。うん、一発目の動画はまあネタ、うん、これなんか俺の口であんま言いたくないんですけど、パフォーマンス、エンターテイメント、うん、やっぱりなんだろうな、そんな俺がふざけないでなんかそのまま一発でポーンって合格動画上げても俺はつまんない。で、見てる視聴者の人も結構子さんの人がまあいるんで、まあ、だんだん分かってきたと思うんですよね。だから僕のこのネタが分かんないアンチの人は、うん、ただ見て何言ってんだよみたいな、なんかイライラして、まあ、俺からしたらまあネタなんだけどなと思って。で、アンチがネタでも面白くないみたいに言ってて、いや別に俺君に対して動画別に作ってないし、俺はただリスナーさんに、まあ、マイナショーチャンネルの動画を見てほしくて言ってるだけであって、別にあなたの好みになるような動画を作ろうとしてないので、普通に嫌いなら見ないでください。なんで嫌いなのに見るのかね。うん、嫌いだったら見なくていいです。うん、俺の再生数にも含まれちゃうから見なくていいです。で、あと意味ちょっとわかんないことがあって、受かってから言ってくださいみたいな言われたんですけど、別によくね。だってさ、俺がさ、グリーン超人の方が難しいって言ってさ、今作簡単って言ってさ、別に受かんなくても言っていいからね。一般の人からしたら、え、くだらねえみたいな、別にそんなこと言ってもいいじゃんみたいな。うん、別にあれだよ、クロートとか10段とか9段とか8段とか、まあどの段位の人でも言う分にはいい。でもなんかやっぱりなんだろう、カルシウム足りてないのか怒るよね。うん、まあ思春期だから。別に受かってなくてもさ、うん、何段の人が前作の方がむずいですよねみたいな、今作の方が簡単ですよねって、なんでそれにわざわざイライラしてるのかがわからない。くだらない、うん、普通に冷静に自分で考えてみてほしい。別に言ってる分にいいじゃん。ツイッターで言っててさ、なんでそれにさ、リップでなんか悪口言ったりとかさ、本当になんかくだらないよね。うん、そんな人とはもうね、関わりたくないですね。あとやっぱり自分のことに時間使おうぜって思いましたね。うん、僕のドンダー広場ね、過去のあさってグリーンの時ね。で、僕のわざわざリザルトを見て、ツイッターに書いてたりとか、どんだけ俺のこと好きなんだよ。あとどんだけ暇なんだよ、みたいな。わざわざ俺のドンダー広場調べてさ、よくよく考えたら面白いけどね。で、これについてなんですけど、まあ僕はネタとかデタラメとか、うん、まあデタラメは自分の、なんだろう、譜面処理能力を上げるためにやったりとか、で、まあ、プレイ回数を、うん、気にしないんで、まあ増えちゃうんですよ。でも、なんだろう、やっぱ、今それを気にしてるドンダーが多いから、家庭用でこうやってめちゃくちゃやって譜面研究とかして、結局それ回数にただ反映されてないだけだからって言って、回数気にして、やんないで家庭用でばっか練習しまくって、で、いざこう、よし、運指覚えた、よし、いけるいけるいける、つってこうやってやってて、うん、結局は練習してるから。ただそれが表示されてるか表示されてないか。それもくだらないよね。あとやっぱりそう、悪口言ってるやつは、ろくでもないんで、関わんないのが一番いい。で、ツイッターで見たんですけど、僕がバス線行った時の動画に、マイナス、翔さん来てたんだ、みたいな、言ってて、で、それに対して来なくていい、みたいな。うん、いや、それは君の思うことだから。でも、来てほしいと思ってるファン、リスナーの人まで言う必要はない。別にその人が好きならそのまま好きでいいし、自分の嫌いなことを別に押し付けるな。あとは俺が犯罪行為したわけじゃあるまいし、段位簡単って言ったぐらいで、やばいよね。俺なんか犯罪行為でもしたのかみたいな。ただその発言だけで、ほんとくだらないと思いますね。僕がね、犯罪行為したわけでもなく、ただ段位簡単と言っただけでリスナーさんを辞める方などいましたら僕は止めません。うん。ただまあ、その程度の方だったんだって僕は思います。本当にね、くだらないです。僕がその発言をしただけでね。あと、言い訳とか代行とか騒がれてましたけど、まず、言い訳っていうか、まあ、本当のことを言っただけ。僕の友達とかしかわかんなかったっぽいですね。あとは、昔からいるリスナーさんとか。思ったことを言ってるだけだからな。で、あと、まあ、なんで前作の方が難しいって言ったのにわざわざ今作代行をするのか。まずするわけないよね。それをなんか信じて
るっぽいリスナーさんもいましたけど、ちょっともうちょい考えよう。うん、まあ子供だと思うからまあ仕方ないと思うんですけど、あれも暇だよね、わざわざ自分のなんか DM をなんか合成して作ってね、わざわざそんなことに時間を割いて勉強した方がいいぜみたいな、寂しいやつなんだろうなーって思いますね。うん、そんな人の嫌がることをねする人間はろくでもないからね。うん、絶対孤独な人間だよ。でツイッターでなんか中学生の子がなんで内訳載せないんですか、やましいことでもあるんですか、話にならん話にならん、普通に考えて動画あげるわ。もう説明すんのめんどくさいよね、もうそういう方は相手にしません。あと炎上した云々言われてますけど、ただアンチが火をつけただけだって、もうそんなの書いてるやつろくでもないでしょ、普通に考えて。うん、普通の人書かないからね、それをなんか炎上してるみたいな。いやいやいや、ツイッターにやばい奴らしかいないから、そういうの書いてるのって。うん。で、なんだっけな、誰か有名人の名言みたいな感じで、ファンとかは、なんだろう、あんま動画を見てて思ってて、あんまツイッターとかに書かないみたいな。うん、ただそのアンチとかがこう、書きまくってるから、そう悪い面だけ、こう出てきてるみたいな。だから僕は実際にゲーセン行ったりとかして、あ、前田翔さんですかみたいな。ファンですっていうことが多くて、圧倒的に多いです、アンチ云々よりも。うん。気にならないぐらい。だからその有名人の方が言ってたことは本当なんだなと。でまあ僕会った時はね、あいつもありがとうっつってね対応させていただいてるんですけど、そもそもさ見なきゃいいのにさ見に来てさ勝手にブチ切れてんだからさ、結構理不尽だよね本当に嫌いなら見ないけどね。うん、やっぱ気になってんでしょうね。で段位前作より、簡単っていうのもあったんですけど、やっぱりね普通の動画撮ってる方が楽しい。で段位のモチベ下がってた。であとやんなきゃいけないっていうね感じが自分の中で嫌いだったっていうのがありますね。でアンチって面白くて、僕のチャンネルをね登録してくれてるんですよね。でなんでわかるかっていうと、登録してないと僕の揚げたての動画、コロッケの話じゃないよ、揚げたての動画がね見れないわけですよ、検索をしても。で揚げた瞬間に低評価とかついてるんで、おー今日も頑張ってるねみたいな、まあ、感じでまあ見てるんですけど、で僕が低評価とかをね、高評価、低評価をね、非表示にする場合、まずその動画に、なんでこんな低評価ついてるんですかっていう説明をするのがめんどくさいのと、あとは、その、普通の動画、なんでこの動画普通なのにこんなついてんだみたいな、まあ疑問に思う方がいるので、まあその、まあ誤解を生まないためというか、そういうのがあって、非表示にすることがあります。まあツイッターで書いてる人間はね、書かせとけばいいんですよ。うん、自分が性格悪いですっていうのをアピールしてるようなもんだよ。普通の人書かない、成功してる人書かない、頑張ってる人書かない。なのでそんな奴らとは、皆さんこの動画を見てくれてるリスナーさんなど関わらないようにしてください。自分の考えとか通らないからね。ということでね、ちょっと話が長くなってすいません。で段位道場ちょっとねもったいなかったですね、出したところ。あとマイナス5ぐらいは、うん、いけそうだったんですけど、うん、でその段位終わった後に金これワンチャンあんじゃねえと思って、でまずはちょっと儚き善良したいなと思って、でやったんですけど、下位値深い値まで、でやってたら指がちょっとね乾燥で、うん、やられてしまいました。でカラフルもねちょっとやってて、やっぱね指負担きますね。でマイナス賞なんかめちゃくちゃ頑張ってるから指やばい説みたいなのあったんですけどね、全然そんなことないです。なんか最近旅動画とか出してて、でその旅の時に太鼓1、2クレやって、で別のとこ行って1、2クレってやって、なんかその同じゲーセンでバーってガチでこうやることが最近なかったんで、うん、久々にちょっとやりましたね。てかそもそも手を見たらね、冬のひび割れってねわかると思います。今まではこんなことなかったんですけどね、なんかね、手にも潤いがあって、今年はなんかやばいですね。まあ指が治ったら、まだ埼玉か、まあ、緊張陣。うん。もうやんなきゃやんなきゃっていうの嫌なんで、まあ普通にね、楽しくやろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。って言ってもね、絶対アンチが見てるんですよ。まあそんなもん。